今回は半ラーメンですね。手製の麺で半ラーメンをいただきます。ではちょっと氷を入れましていただきます。手製麺一つで猫にコリ感と少ししょっぱい感じで、国産小麦と良質の吉野川の地下水を使用し、乳鮮の太い独特の手製半ラーメンを作りましたという形で、結構淡路っていうから多分四国の方だのことだと思うんだけど、麺の味が良くてね、結構あったかいやつで、シャリシャリとしたいい野菜です。まあ、今暑い季節なんで、ここにね麹とか入れるとさらにそれが、まあ、つゆは多少薄くはなるかと思いますけども、より際立って美味しくなるんではないかなと思います。どうもありがとうございました。